みずほウィークリービュー、日米株の下値目処は、8月7日、中島が担当いたします。では目次です。S&P500 指数、日経平均株価、まとめの順でお話ししていきます。 では先週の相場を振り返っていきましょう。先週株価指数ですね、揃って下落の週となりました。8月1日にですね、米国債の格下げのニュースが入りまして、株価の重荷となったようです。また米国の長期金利の上昇も相場の重荷となったということで、7月の米国の雇用統計ですね、こちらは平均時給が前年同月比の伸びが市場予想を上回ったということ FRB による利上げの継続懸念等もつながったという形になりますなお米国のハイテク大手ですね時価総額が最大となる企業の決算発表もその後に売られたという形になりまして米国株ですね難聴となりましたダウは3日続落 S&P は4日続落といった流れとなっております。 では S&P500 指数を見ていきましょう。こちら21年からのチャートをお示ししております。このように真ん中ピンクの2 0 0日線を中心にプラスマイナス15%のバンドをお示ししておりまして、このような形で足元戻り相場となっておりまして、全体的にはプラスマイナス15%ですね。このあたりの水準間での往来となっているようですね。そして、 でこちら7月の31日に高値が4588ポイントと戻り高値をつけました8月の1日にはですね米国債が格下げされたということで AAA、えー、からですね1段階引き下げとなったということが相場の重荷となっているようです、えー、当面の下値のめどといたしましてはこちら10月から 23年の7月の高値ですね。この3分の1推し水準が4250ポイントと見ておりまして、足元ですね、比較的米国株ですね、この格下げのニュースに対しては、下げは小幅にとどまっていますが、当面の下値の目処としては4250ポイント台と見ております。足元では、米国の決算発表ですね、終盤に差し掛かってきているという形になっておりまして、インフレが 鈍化しかし、今後、ですね米国の FRB の利上げですね7月で最後になったかどうかというところが市場の焦点となっているようです足元ではこの景気後退には陥らないのではないかという観測も台頭しているという中で今週は米国の消費者物価が発表されるという形になります。 この米国の長期金利ですね、4%台まで上昇しているということで、長期的な債務の膨らみ、こういったことが懸念されている中ですね、引き続き物価が鈍化する中、強い米景気が支えとなるか、そして利上げの後退となるかというところですね、こういった点が焦点となっていくと見られます。 では日経平均株価を見ていきましょう。日経平均株価23年から見ていきますと、まず今年の前半ですね、日経平均株価7000円上昇したというところから7月スピード調整となっているという形になります。そして足元は米国の国債の引き下げというところのニュースが相場の重荷となっ おりますね、目先下値の目処としましてはまず7月12日につけました3 1900円台これを割り込んでくるとですねチャートの形状としましてはこちらヘッドショルダーズこういったところが見てこられるという形になりましてかなりですねこうするとチャートの形状が悪くなってくるというところでまず3 1900円台これがサポートとなるかというところが肝心となりそう そうですそして目先の下値のめどとしましては75日線がサポートと見ておりまして3万1500円台ですねえこの辺りののりり水準感が下値の目処と見ております足元で下側東証1部の売買代金ですねこちら、えー、戻り相場のところでですねこの3万3000円が3回つけているんですが3回目の3万3000円台でのこの大きな膨らみという形になっておりますが、えー、下げ相場のところで 売買代金が膨らんでくるとやや心配になってくるというところなんですが足元、このようにです、ね、縮小してきているというところを見ていくと下げの勢いは限定的かと見ています。 そして日経平均株価の到落レシオも見ていきましょう。到落レシオから見ると日経平均株価はやや調整未了感があると見ておりますが、下値は限定的かと見られそうです。こちらですね、23年を見てもですね、上昇を 急ピッチでしていった日経平均株価ですね。投落レシオ、一定期間の値上がり銘柄数を値下がり銘柄数で除したもの、割ったものという形になりますが、一つの目安としまして、投落レシオが70%前後になってくると、売られすぎ水準に差し掛かっていると見ております。足元は投落レシオ94%台となっておりまして、やや調整未了感が残っているということで、もう一段の下げがあってもおかしくはない と見ているんですが、えー、そろそろ、えー、売り一巡かと見ています。 では、今週の予定です。今週は中国、米国の消費者物価に注目をしていきましょう。まず、米国という形で、こちら7月の消費者物価指数10日に発表されますけれども、足元ではインフレが鈍化してきているということですので、まあ、市場の予想通りとなっていけばですね、FRB の利上げ継続観測が後退して株価の追い風となる可能性もありそうです。一方で、市場予想を上振れると、 がございますと、米国の長期金利が上昇してですね、リスクの回避姿勢が強まる可能性ありそうです。そして11日にもですね、米国の生産者物価指数が発表されるという形になりますので、インフレ圧力が弱まるとかどうかというところですね、こういったところが株価の支えとなるかという点に注目です。そして国内市場では10日に決算発表のピークを控えるというか、 形になります全体的には足元米国債の格下げの影響これは一旦落ち着いたかどうかというところなんですが米国の長期金利の水準がですね今後の債務の超過等をにらんでですね上昇してきているという形になりますのでさらに金利が上昇してくるとハイテク株等のですね高 PR 銘柄の重荷となる可能性があるそしてインカム重視の配当銘柄等にもですね重荷となる可能性があるということで 物価指標に注目ですではまとめです S&P500 指数下値の目処4250ポイント前後と見ておりますそして日経平均株価下値の目処31,500円前後と75日線の水準がサポートと見ております みずほウィークリービューは毎週マーケット情報をお届けいたします。チャンネル登録、評価よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。みずほウィークリービュー8月7日中島でした。